アリカンテ・エルチェ空港は、スペイン・バレンシア州、アリカンテ県にある、国際空港である。旅客数はスペイン第6位であり、バレンシア州と、ムルシア州にとっての最重要空港である。アリカンテの南西 9km、エルチェの東 10km、ムルシアの北 70km、バレンシアの南 160km の距離にある。3000m の滑走路1本を備えている。 救命賞はエルアルテッド空港。旅客便の80%は国際線である。イギリス、ドイツ、オランダから最も多くの乗客が到着する。国内線はマドリード、パルマデ・マヨルカ、バルセロナなどに多くの便が飛んでいる。国際線客と国内線客それぞれが過去10年間で大幅に増加している。 2011年の旅客数は991万3764人であり、7万5572回の離着陸があり、3011トンの貨物を処理した。バレンシア州で最も旅客数が多い空港であり、ヨーロッパ全体で見ても50位以内に入る。ジェットにノルウェーエアシャトル、ブエリング航空の拠点である。ヨーロッパ最大の格安航空会社であるライアンウェアは、 アリカンテ空港から59空港に飛んでおり、ライアンエアーにとって4番目に大きな拠点である。航空会社別で最も旅客数が多いのはライアンエアーであり、EG ジ,ジェット区。1936年からアリカンテに存在した古いララバーサ飛行場を置き換えることで、1967年5月4日にエルアルテッド空港がオープンした。名称は空港が所在する エルアルテッド地区に由来する。初の商業便は、アビアコ航空によるコンベアだった。1969年11月には、イベリア航空が、アリカンテマドリード線とアリカンテバルセロナ線の定期便を開設した。1970年代初頭には、旅客数が100万人に達し、新ターミナルの建設が計画された。1980年には滑走路が3000メートルに、 延長された。次の空港改装工事は1996年に行われた。管理、業務センターに加えて新しいオフィスビルが建設され、円滑な登場のために初めて5本のボーディングブリッジが導入された。2011年には新ターミナルがオープンし、最大受け入れ人数は年間2000万人に増加した。すべての便が新ターミナルに離着陸し、 新ターミナルのオープン前に使用されていたターミナル1とターミナル2は閉鎖されている。新ターミナルと旧ターミナルをつなぐ廊下の建設が計画されており、完成の暁には旅客はすべてのターミナルを利用できるようになる。歴史的には2003年までイベリア航空がアリカンテ空港のリーディングキャリアだったが、従来型の航空会社の衰退とともにイベリア航空も衰退し、 2004年には格安航空会社の e a s ジ j e t に抜かれた。2007年、ヨーロッパ最大の格安航空会社であるライアンエア r はアリカンテに拠点を設立した。2009年にはライアンエア r がアリカンテ空港のリーディングキャリアとなり、2011年には11機以上の航空機の拠点となり、62路線を運航し、300万人以上の旅客を持っている。 しかし2011年10月末、ライアンエアは新ターミナルのボーディングブリッジの使用に関するアエナ、との意見の相違からアリカンテ空港を発着していた31路線から撤退した。現在使用されているのは新ターミナルのみである。新ターミナルのオープン以来、ターミナル1とターミナル2は閉鎖されている。2011年3月23日、 新ターミナルが公式にオープンした。翌日の3月24日には、アリカンテ空港を発着するすべての便が新ターミナルに移転した。新ターミナルの初便は、ライアンエアーのメミンゲン空港便だった。新ターミナルの面積は333,500平方メートルであり、ターミナル1とターミナル2を合わせた面積の6倍以上である。96台のチェックインカウンター。 40個の搭乗ゲート、15個のボーディングブリッジ、16個の荷物コンベアを備えている。新ターミナルは C ゲートが配置されているプロセッサー、B ゲートの大部分が存在するドックの2つのエリアに分かれている。宣言協定地域内への便はターミナルの両方のエリアを使用するが、宣言協定地域外への便はドックのみを使用する。新ターミナルは ターミナル1の東側に建設された。ターミナル1は1番から38番までの38台のチェックインカウンター1台の特殊荷物用カウンター9個の荷物コンベアを持ち11個の搭乗ゲートのうち5個はボーディングブリッジを持っていた。2011年3月24日に新ターミナルがオープンするとターミナル1は閉鎖された。新ターミナルと廊下で結んで 再オープンする計画がある。ターミナルにはターミナル1に隣接しており、2007年1月にオープンした。ターミナルには51番から64番までの14台のチェックインカウンター、6個の搭乗ゲート、2個の荷物コンベアを持ち、ボーリングブリッジは持っていなかった。2011年3月24日に新ターミナルがオープンすると、ターミナル1と共に閉鎖された。 ターミナルにはプライベート便、航空救急、小型チャーター便など専用のターミナルとして再オープンする予定だが、再オープンの日時は決定していない。1、D はドック、P はプロセッサーを表す。2013年の旅客数は963万8860人であり、8.8%増加した。二千年以降は二千九年と二千十二年を除いて、 旅客数が増え続けている。アリカンテ空港にはバス、タクシー、自家用車でアクセスすることができ、鉄道やトラムの路線が計画中である。新ターミナル近くには鉄道とトラムの駅に使用するための用地が残されている。2011年には新ターミナル近くに新しい駐車場がオープンした。ありがとうございます。